物語は二つの文明の出会いから始まる。何？奴ら仕掛けるつもりか。出会いは激烈な戦いを呼び、戦いは人の憎しみを生んでいった。その二つの文明の接触が無限の力イデを呼び覚ます。夫人に移れ。ベント、テクノ、ミサイルの残りはどのくらいだ？ 20% ってとこだ。冗談じゃないぜ。しかしな、機関部は動いている。イデの力を溜め込んでいるみたいだぜ。各ミサイル、ポータ、イデモンに敵機を近づけさせるなよ。左、デスアート。はい。前方、ミサイルキャッチ、無数だ。イデオンガン、入加速機作動。バイオニックコンデンサー、上がってる。いけるぞ、コスモ、パワー89。幾千幾万、幾億の意志の集合体たる我も、守ることを欲する。もう戦いが無意味なはずだ。なぜ戦う？私のダラムズバを殺して何を言うか。俺たちだって同じだ。父を、母を、隣人を殺された。人たちよ、我の意志をなぜ汲んでくれぬ。しかし人は狂気の向こうにしか真理を見ようとしない生物なのか。すぐミルクあげるからね。イデは俺たちを守ってくれる、そう信じよう。でなければタララに赤ちゃんなんてできはしなかったよ。ではベス、また。カララも戦闘配置につけよう。まあ、いいじゃないか。ねえコスモ、しよ、うん、ダメだな、こりゃ。うん、ダメね。戦いは無駄です。二人でも三人でも生き残ればよいのだ。今さら相手など欲しくはない。しかしもう後戻りはできん。そんなことはない。人たちは一つのものだということがわからんのか。じゃあ私たちなぜ生きてきたの？新たなる力のために我らは。これか。私の目の前に現れるのか。ドーダウの異星人め、なぜだ。分かっているはずだ。何？イデの導きだろう。イデの導き。私は前にカララさんを殺そうとした女です。でももう今はあの人は殺させません。この娘が死ね。死ぬかよ。そこまでおっしゃるなら、私は姉さんを殺し赤ちゃんを産みます。ロゴダウンの異星人のベスの子を産みます。ゲスが叩ける。カリウス法そのものじゃないか。させるか。シナバンボラトムやろー。
な前売り鑑賞券を当劇場の窓口で発売しております。ぜひお買い求めくださいませ。